国鉄 D52 形状機器車、D52 形状機器車、D52 型蒸気機関車は、日本国有鉄道、国鉄、製造時は、鉄道省運輸通信省の貨物用、テンダー式蒸気機関車である。1930年代後半になって、昭和恐慌の影響を出し,し、また日中戦争の影響もあって需要が増大しつつ、 あった日本国内の貨物輸送に対応して、国鉄では D51 系の増備が続けられていたが、D51 型は D50 型をもとに粘着重量の軽減、全長の短縮など地方路線でも運用しやすくすることを重視した設計であったことから、幹線の貨物列車県引用として D51 型より出力の高い蒸気機関車が鉄道内で検討されていた。その中でも、 同軸の軸重は16トン以上、ボイラーを D51 型より大型化させた D 型機が KD50 型から KD54 型として1939年、昭和14年から1940年、昭和15年に計画され、特に KD54B 型は D51 型と同程度の下回りに燃焼室を備えた大型ボイラーを乗せるなど、後年に、 D52 系の設計へ取り入れられた要素も多いものであったが、実際の製造には至らないまま太平洋戦争の開戦を迎えた。そして戦時中の1943年、昭和18年に至り、日本国内の貨物輸送は、前年以来貨物船の軍への供出と米軍の攻撃による喪失が増大した子もあって、三端地からの石炭輸送を中心に、 内航運輸の輸送力が不足、これを補うため戦時陸運非常体制として、景品・阪神の両工業地帯へ北海道から年間250万トン、九州から年間750万トンの石炭を陸上輸送することなどを盛り込んだ輸送計画が出されるに至った。そうした情勢において、主に東海道、山陽本線で1200トンの貨物列車を牽引する。 ことを目的にして端した機関車が D52 形状機機関車である。D52 型は戦前に計画された KD54 型の案をもとに D51 型と同一の軸配置でボイラーを可能な限り大型化、加湿前方に大きな容量の燃焼室を設けて効率を向上、粘着重量の増大や、 重量配分の変更を図るとともに出力を上げ、ボイラー大型化の効果により、最大動輪周出力は1660馬力と、日本の蒸気機関車の中では最高の出力を持たせるものとなった。しかし、戦時中のため物資が極端に不足した情勢でもあることから、戦争完遂まで数年だけ持てばよい、または走ればよいという戦時設計が計画途中から、 本格的に導入されることとなり、砂箱と一体化した、蒸気ドームカバーの角型化や大枠、弁装置などに、中高性部品の使用といった、工作の簡易化、同系材料の節約、除、煙板や、踏み板、炭水車の炭固といった部分には代用材として、木材が数使われるなど、作りとしては、非常に質の悪いものであった。そのため、設計上の効率は、 D51 よりも大幅に改善されていながら、本来の力を出せない車両が多く、1944年末の大阪鉄道局管内を例にすると、配属33両中12両もの本形式が、材質や工作状態の不良による故障を起こしていた。また、ボイラー溶剤の幅広鋼材が不足したため、各貫道の長さを変え、溶剤の寸法取りを合理化した。 ボイラーの種類は3種、交換、おつ管、ん、閉館あり、長さの差は、煙室長で調整した。キセル長は 5000mm で統一されていたため、閉館では燃焼室長が短くなっている。原設計は、交換で、すべて病説により組み立てられており、将来の増圧を意図して2列病式であったが、おつ管、ん、閉館では1列病とし、長手継ぎ手を溶接とするなど、 構造の簡略化が図られている。おおむね、交換が国有鉄道工場、おつ、閉館が民間工場制と分かれている。これ以外にも給水加熱器もボイラー受け台の中に排気膨張室兼用のものを設置して、配管を簡略化、通常のボイラー外部に備える方式に比べて、金属材料の使用量を削減するといったことが行われた。 さらに、細部の設計変更は、本省の承認を得ることなく、現場の工場長や監督官の一存に任せられた。そのため、ドームカバーの段差や、サンドパイプの減少、工作の簡略化や、装備の省略化が行われ、形態のバリエーションを生み出している。淡水車は、中高性に軸ボギー台車を装備するが、テンダー下部の水槽部分で強度を保持できるとの、発想から、 6mm 厚の底板を用いた船底型のフレームレスモノコック構造とし一般的な大枠を省略した。これは同時期の戦時型 D51 と同様な省力化、消資材化の手法でモノコック構造の鉄道車両への本格採用が1950年代中期近くまで立ち遅れた日本においては例外的な祭礼である。このタイプの淡水車は 一部の設計を変更した形で終戦後に増備された中、大型の旅客用蒸機機関車にも導入されている。タン保部分は石炭の質が悪化したことに対応して、容量を当初計画の10トンから12トンに増大、転車台が空襲などで使用できない場合の逆行運転を想定し、後方視界を確保するため、水槽部分により幅を狭めた形となった。 本形式における特殊な装備の例としてはディスクリンシンがある。本形式では20壁の箱型としたボックスリンシンが正式の設計であったが円盤を湾曲させて1枚板構造としたものである。終戦後に汽車製造で落成した D52-380 から384の5両がこれに該当する。本形式は 設計に並行して1943年6月から2カ所の国鉄工場、高期部で先行的に部品や機関車本体の製造を開始し、その後に製造計画を割り当てられた民間メーカー5社による本格的な製造に移行こうた。当初は全部で492両が製造される計画であったが、1945年、昭和20年の終戦により計画は中止。 終戦時点で未完成だった28両は同年度中に落成、国鉄へ納入されたものの最終的に285両で製造は打ち切られた。最終出場は1946年3月31日付の D52-62 実際の落成日は4月16日。そのため欠番が多数あり、最終番号は D52-468 である。 製造の状況は次の通りである。なお、D52151、152は三菱重工業で製造予定であったが、川崎車両に製造が代行された。計画されたものの未成となった番号を予定された製造所ごとに掲げる総数は207両。しかしながら D52153 から197。 d 五十二二百三十九から三百三十二のうち d 五十二二百三十九から二百八十七を除外した二百八十八から三百三十二の九十両のすべてがそれぞれ三菱重工業、川崎車両に割り当てられたとは考えにくく、蒸気機関車研究家の金田茂広氏は実助の中でこれらの合計九十両は故意に空番を作って各工場の生産能力を 外部から知られがたくするための工作であったのではないか、とも指摘している。竣工した本形式は、東海道、山陽本線、沼津下関間の沿線機関区へ重点的に配置され、続いて、函館、室蘭本線、函館くっちゃん間及びおしゃまんべ岩見沢間での運用目的から北海道に配置された、ほ、しな、鶴線、山手貨物線、東北貨物線、 新鶴見奏車場大宮奏車場に用として、関東地方にも投入された。本形式が前期で揃った1946年、昭和21年3月末時点の配置は次の通りである。1944年に行われた D52-1 の、性能試験においては10パーミルの上り勾配で1200トンを、牽引、この結果に基づいて、 対戦中は、一般貨物列車線1 0 0トン、石炭集結列車線2 0 0トン運転を実施する、異なるが、途中停車、自運転事故続発のため定数低下となり、この時期1200トン列車を牽引していたのは結局、EEF-12 系電気機関車のみであった。戦時設計者であった、本形式は、運用上の国士、工作や、整備の不良もあって年中に、 死傷者を伴う、ボイラー破裂、爆発事故を続けて3件も起こしたことから、一旦全車の使用が停止され、X 線によるボイラーの検査等を実施する一方、応急的な対策として、ボイラー水位を高めたり加湿備化への交換、蒸気圧の減圧といった処置を施して対応した。その後、後日の多形式への改造主車として70両が、転用、さらに事故車及び、 状態不良の55両は1950年、昭和25年までに廃車され、残る160両のうち148両は、翌1951年以降、先行して、改造を行った D62 系の整備内容に、準じた形の装備改造を、浜松工場、高取工場並びに、広島工場において実施した。装備改造は、自動急短期、 メカニカルストーカーを設置、給水加熱器もボイラー受け台内部のものを撤去して、煙突前方の煙室上に新設、戦時設計で代用材を使用していた部位を正規のものに交換、炭水車の中両追加や炭鉱の改造といった内容で、外見上は角型、かまぼこ型ドームの丸型化、木製所、煙板や炭水車炭鉱側面の広範化などにより、 携帯的にも戦前製作機と比べて遜色のないレベル取った。一方、装備改造から漏れた12両は、ジョ、ケムリイタやユミイタ、一体古足板などの木製部を後半製に取り替えた程度で、自動吸炭機も装備されず、角型のドームを残すなど戦時型の面影を強く、残したまま、背の蜂の後部補給運用を受け持つ背の機関区に配置されていた。 装備改造車はようやく当初の設計通りの性能を発揮できるようになったが、かつて事故を起こしたボイラーは未だ戦時中製造のものを検査、補修の上使用しており、1954年、昭和29年にはボイラー破裂事故を再発したことから、本形式や D62 系、C62 型を中心に、戦中戦後に製造された蒸気機関車のボイラー再検査を実施。 1> 翌1五十五年、昭和三十年から、心臓ボイラーへの交換が行われることになった。この時期、1四十六年から1 9五十年に廃車となったものは、次の通りである。軍事輸送の終了による、貨物用機関車の余剰化と、旅行の政権がなくなったことによる、旅客輸送量の激増に伴う旅客用機関車の不足のため、 1948年から1949年にかけて本形式のボイラーを流し C59 系相当で十軸を二軸とした足回りと組み合わせた旅客用機関車 C62 型が49両、うち1両は2両分のボイラーを組み合わせて1両分の両品を年出したため主車となった D52 型は50両である。製造された。また、 1950年から1951年にかけて樹軸を二軸として軸重を軽くし、線路規格の低い線区、オツ線への入線にも対応した D62 型に二重量が改造されている。戦後は、函館、室蘭本線用として、おしゃまんべき管区に配属されていた前車が1948年までに、本州へ転属内市廃車、東海道、 山陽本線でも状態不良から d 十一型とほぼ同一性能として運用されていた本形式。九百四十九年昭和二十四年五月に東海道本線の電化区間が浜松まで延長。続いて九百五十一年から実施された装備改造の実施後は d 十一型が九百五十トンを牽引する区間で本形式が千百トンを牽引。 さらに下記牽引定数が設定され、ここで上記機,機関車による東海道区間での1200トン列車牽引が実現し EF12 系、EF13 型、EF15 系の牽引定数1200トンに追いついて新鶴見総車場稲沢総車場間で1200トン列車を通し運転することが実現した。その後も本形式は 関ヶ原や船坂峠といった10パーミル勾配の連続する区間で、牽引性能を最大限に発揮し、東海道、山陽本線全線での1200トン貨物列車運転を実現させているだけでなく、脇1型や脇線型などで編成された急行貨物列車も牽引している。また、山陽本線の難所である瀬野8本松間、瀬野8の補助機関車としても使用され、 同区間を通る、上り旅客列車と軽量の貨物列車には、短期、重量貨物列車には、10連で充当された。本形式は、東海道、山陽本線以外に、古天場線、岩徳線で、旅客列車や貨物列車を牽引したほか、梅田貨物線や上東貨物線でも少数が、運用されていた。また、1955年、昭和30年末以降は、 東海道本線の電化により、余乗車が延べ9両鹿児島本線、文字都市間用として、文字機関区に転属、同線で貨物列車を経営したが、1961年、昭和36年の文字久留米間電化により、全車が旧車、現地で廃車となった一両を除き翌年までに、本州へ転属している。その後1964年、昭和39年に、 山陽本線が全線電化、御殿場線も1968年、昭和43年に電化が完了したことによりそれらの路線で運用されていた本形式も全車運用を離脱、後術する北海道地区へ転属した一部を残して廃車となった。最終的には再度北海道地区の函館、室蘭本線、函館東室蘭間への重当を目的として、 山陽本線の殿下に伴い余剰期となった、姫路第一機関区所属の8両と岡山、機関区所属の5両計13両が1960年、昭和35年度に、1968年、昭和43年度に、水田第一機関区の142、糸崎機関区の28の延べ15両が、5両各機関区に転属し、函館、室蘭本線で1972年、 昭和47年まで使われた。本機の最終仕様は1972年12月で、稼働状態で最後まで残ったのは D52200 人である。国鉄最強の称号で、名高い本形式であり、SL ブームの中での引退であったものの、軸重の重さゆえ運行できる路線が限定されたこと、貨物機であったことから、一般の馴染みが薄かっため、 その引退はひっそりとしたものであった。参考として、1962年6月1日時点の配置表を記す総数154両。京都市の京都鉄道博物館、旧梅工事蒸気機関車館をはじめとして、7両が生態保存されている。同期の活躍部隊として知られた御殿場線の縁から神奈川、静岡両県での保存が極めて多い。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。